ドジャースの大谷翔平が現地時間9月15日、日本時間16日、敵地でのブレーブス戦に、1番 DH で先発出場。0の2で迎えた5回2失3塁の第3打席で右翼への敵地2塁打で1点を返した。打球速度184.1キロの強烈な一打でチームは11イニングぶりの得点。1位2となった、動画、アジア勢最多に並んだ。 大谷翔平が47号本塁打を放つシーン。相手先発はベテラン40歳のチャーリー・モートンで、今季は27試合に登板して8勝8敗、防御率4.11の成績。大谷との対戦成績は9打数1安打だった。初回の第一打席は空振り三振を喫した。3回一死の第二打席は見逃し三振だった。11日、同12日。 のカブス戦では、47号本塁打を含む4打数3安打2打点と活躍した。角度19度の低弾道で右翼席へ弾丸ライナーを放り込んだ。しかし、その後2試合はノーヒット。この日、12打席ぶりの安打を放った。試合前まで145試合に出場して打率点289、47本塁打、104打点の成績となっていた。 本類打数ではリーグトップを独走、打点では2位となっていた。